Peggy 12. かつて2つの組織同士の戦いがあった。オーマとシンラ。オーマは揺らぎと呼ばれる空間の歪み、時空を超え異世界とこの世界をつなぐ門を開こうとした。特務機関シンラ、悪霊、鬼、天狗、古来より人の世に害をなす異界の存在と戦い続けてきた組織。幾度かの戦いの後、ひとときの平穏を取り戻した世界に突如として現れた金色の鎖。物語は新たにこの街から始まろうとしていた。逆転させる。いきなり。これが俺の武道だ。ああ、コンビネーションだ。腕輪よ、奥に力を。これは殿様とか。お前は何者だ。落ち着いてよ、長谷王。高まれ。
風魔衆なしスマイル滅びそして悪魔不器用弾妖魔解散先生どこかで見ててはぁ爆走だミノレスワーム終わりだ。消え失せろ。